未来への手紙、この道の途中から。いるだけ支援という取り組みは福島大学の学生たちが始めました。仮設住宅で孤立していくお年寄りが増える中、そこに住み込みただいるだけ。でもそれはとても素敵なことなのです。8通目の手紙はいるだけなんだけど。12月の2学期が終わるちょっと前にお兄ちゃんは引っ越してきました。こんにちは。寒いですね。じいちゃんは大学生だべと言ってましたが、なんでここに住み始めたのかさっぱりわかりません。おばんです。おでん作りすぎたんで食べてくんねですか。あんがどない。ちっと待ってな。あ、みかん、あめだ。いかったな。やったやった。これで一安心だっぺ。就職内定、万歳！万歳！万歳！やっぱり何をしてる人がわかんねえけど、じいちゃんが万歳と真似したんで悪い人ではねえんでねえがと思います。万歳！万歳！おい、スコップとジョロ持ってこ。すみません、スコップ貸してください。おり、おめえここ掘り。僕やります。ただ頑張れ、へっぴり腰。こう、こうでいいの。あ、そうです。実はもう一方、素敵なゲストをお招きしています。アニメーションのタイトルコールで参加していただきました、あの声の主、福島県いわき市出身の松井愛理さんです。松井愛理さん、どうぞお入りください。拍手の迎えください。どうぞステージ真ん中にお進みください。尾関先生、少し、下手の方に進んでいただけますでしょうか。松井さん、改めまして本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。タイトルコールのね、声がいい感じに、ね、響いてましたけれども、特にあのネイティブな訛りを披露していただいた第8話、はい、いるだけなんだけどですかね、はい、これはすごくグッときましたね。あ、本当ですか。もう福島でないとあの言葉出てこないん で、ね、もう一回お願いできますか。いるだけなんだけど。素晴らしいです。ありがとうございます。この福島県特有のね、こう訛りの抑揚というのがこう味わい深くって、私もね大好きなんですけれども。未来への手紙、この道の途中から。小名浜港は県を代表する漁港、水揚げができない日々が長く続きましたが、日本中の漁師さんのおかげで活気を取り戻しつつあります。おこぼれに預かる海猫たちもなんだか嬉しそうですね。4通目の手紙はカツオカンバック。いや、腹減ったな。何言ってんすか、海猫さん。漁師さんにもらって昨日あんなにアジ食ってたじゃないすか。仕方ねえだろ、海ウニこの辺荒らされて数日上がったりだったんだよ。それでも一時期に比べりゃ随分量も戻ってきたんだぜ。ちょっとぐらいおこぼれもらったっていいだろ。うん、まあ食いしん坊さんね。確かに随分この辺も復興しましたね。そうね、小名浜のシンボル的なカツオだって
震災後は大変だったけど、今はかなり水揚げも戻ってきてるのよ。この前だって…ありゃー、小田浜さん、どうもてな感じで、北海道の漁船さんが千葉のカツを持ってきてくれたのよ。なあ、あれもうまかったな。まあ、カツオだけじゃなくて他の魚も水揚げしてるのよ。うっしゃー、はいよおらい、おらい。ウミネコってサンマ飲めんの？てか、カツオもそうやって飲んだの？お前も飲めよ、うめえぞ。近海の漁場はまだ漁はできないけど、こうして地元の漁師さんといろんな県の漁師さんたちに支えられて小名浜の復興は進んでいるのよ。うわー、ありがてえってもいいよ。ご飯食べたいだけっしょ。あれ、そろそろ戻ってくる気配がするわ。おらい、おらい、アイストップ。おらいよ。福島県いわき出身の松井さんはこの映像をご覧になっていかがでしたか？はい、そうですね、あのいろんな角度からこの今の福島を知ることができたんですけど、それを見やすい、誰でも親しまれてるアニメでこうしてるってのがいいなって思って、これを、はい、きっかけになんかちょっと少しでも考えるきっかけになってもらえたらいいなって思いました。あと一つ、あのカツオカンバックの話の中ですごい嬉しかったことがあって、あの後ろの方にマリンタワーが立ってて、はい、私マリンタワー好きで今年帰った時も行ったんで、それがすごい嬉しくて、あと話の内容もいろんな県から支えてもらってるってのが素敵だなって思いました。はい、また故郷をなんか思い出すきっかけになったりもね、はい、まあ、ディーンさんもね、はい、そのようなことをおっしゃってましたけれども、まあ、そのカツオカンバックも気に入ったエピソードだということですが、他になんか気に入っているエピソードありますか？あ、私ですか？はい、そうですね、あとは福ちゃんがやってきたも、はい、あれももちろん実話ですもんね。はい、素敵だなって思いました。元気にし、ね、こう、ね、はい、周りを盛り上げて、はい、うん、ね、何の経験もなかったって言いましたね。あ、その思いだけでやってきたって、うん、そう、いや心にグッときました、うん、関西から来た実際ね、うん、あのそういった女性が2年間その福島に住んでくれて、はい、みんなにね花を咲かせてくれたっていうのね、うん、エピソードでしたけれども、はい、未来への手紙、この道の途中から。この手紙のモデルは川内村で復興ボランティアに参加した福ちゃんという女の子です。そのバイタリティと前向きな姿勢が村に笑顔をもたらしてくれました。ありがとう福ちゃん。5通目の手紙は福ちゃんがやってきた。豊かな自然に囲まれ、震災からの復興を目指す小さな村があります。その村にある日、小さな女の子がふらりと現れました。まだ住民のほとんどが村に帰れない状況の中、正直デレスケなわらしだと思ったそうです。初めてのことは何でも楽しいと元気いっぱいな彼女は、米作りをはじめ畑の手伝い、動物の世話など農家の仕事にとどまらず、地域のイベントにもどんどん飛び込んでいきました。村のみんなに声をかけて参加者を集めたり、お揃いの T シャツや歌を作って盛り上げたり、誰よりも明るく大きな声は村中に響き渡りました。あっという間の2年半、いつしか福ちゃんと呼ばれるようになっていた彼女の行動は、立ち止まりそうになっていた私たちの背中を
そんな暇はないのだと叩いてくれているようでした。そしてある日、福ちゃんはまたふらりと旅立っていったのです。一体福ちゃんは風に飛ばされてきただけの小さな種だったのでしょうか。でもこの土地で芽吹き、たくさんの花を咲かせ、また新しい種をまいてゆきました。私たちにはそれがとっても大切なことに思えるのです。